こんにちは。今日はちょっと真面目な話になるんですけれども、ヴィンテージの教科書についてです。まあ、そのヴィンテージの教科書っていうのは、僕がスウェットとか T シャツとかミリタリーとか、そういうジャンル分けをして、で年代とか歴史とかについて僕がちょっと分かりやすく授業をするっていう内容の動画になるんですけど、ちょっと今後この動画を有料のコンテンツとして配信しようと考えてます。まあ理由としてはいろいろあるんですけれども、その大きい理由の一つとしては、レンに見てもらった時に、これ俺有料でも見たいわって言ってくれて、でこの企画は僕が台本から作って、撮影して編集してで全部やってたもんなんで、それがなんかすごい嬉しかったんですよね。っていうのもあって、その自分が作ったものを、そのレン以外の他の人もお金を払ってまで見てくれるのかっていうのを、ちょっと自分が試してみたいっていうのもあって、それでちょっと今回からヴィンテージの教科書を有料のコンテンツとして配信してみようかなと思いました。一応値段は500円です。正確には490円。でもやっぱり今まで無料で配信してたものなんで、なんで今更お金取んねんみたいなっていう意見も少なからずあるとは思います。で僕はそれでも500円払ってまで見る価値があるって思ってくれたら嬉しいし、なんか雑誌とかを買う感覚で、雑誌一冊買うみたいな感じで見てくれたらすごい嬉しいですね。配信の仕方なんですけど、 YouTube のメンバーシップっていうのがあって、そのチャンネル登録の隣にメンバーになるっていうボタンがあるんですけど、そこから月額のメンバーになってもらったら限定公開してる動画が見れるっていうような形で配信したいと思ってます。でその YouTube のメンバーシップの特性上、月額っていう形になっちゃうんですけど、そのずっと登録してくれとは言いません。なんかもう満足するまで見てもらったらもう解約してもらってもいいですし、一回見たらもういいやってなったらその場で解約してもらっても全然いいですし、で友達同士で一人登録して一緒に見るとか、そんな感じで見てくれても全然嬉しいです。っていうか月額で登録してもらって、その僕ら全国でポップアップしたりとか、アメリカ買い付け行ったりとかで動画が作れない時期があったりとか、まあ、あとシンプルに怠惰で更新できないってなったりとかもするかもしれないんで、まあ、見たら解約してもらった方がいいです。でまた次新しい動画を出すときに登録してもらうみたいな、そんな形で見てもらえたらなと思ってます。できるだけ毎月更新しようとは思ってるんですけれども、できない、その毎月更新ができない可能性もあるんで、まあ、そこは見たい動画があったときにその動画を買うっていう形で登録してくれたら嬉しいです。そもそも今って1000円とか出したら雑誌とか全然買えちゃう時代ですよね。でその中で、まあ、あんな雑誌とか時間かけて写真とかもめっちゃプロの人が撮って、プロの人が編集して、で時間かけて一冊の本を作って、すごい大変な作業をした上で1000円ってすごい安いと思ってて、その中で僕が500円いただいて皆さんに動画を見てもらうっていうことは、僕自身にとってもすごいプレッシャーですし、500円が安いっていうふうに思ってもらえるような内容のものを作っていけるように、まあ、僕自身にとってすごいいい刺激にもなると思ってて、まあ、それに見合ったものを作れるように頑張っていきたいと思ってるんで、まあ、こうやって有料で配信する以上は、見てくれた人がこれから古着屋さんに行ったり、友達と古着見たりとか、これからずっと古着を好きでいる人生において、すごく役に立つもの、もっと楽しく服が見れるようになるものを作っていこうと思ってるんで、見てくれたら嬉しいです。ということで、ヴィンテージの教科書 T シャツ編、本日21時限定配信です。見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。